そう。おう。はい、どうぞ。まず、これ、卵。タイのコンビニで買ったな、この気になってるこのピンクの卵。卵。これ食べていい？いいよ、食べてみましょう。食べてみていい？食べて。いいよ、食べてみて、割って割って食べてみて、どっちもコンコンって、そう、コンコンって、え、わ、ブルブルしてるから、ここに入れていいよ。あ、卵の匂いがする。お、中は茶色い、あれ茶色いんだね。全部剥いたら、剥いてあげよう。あ、から食べないよ。恐竜の卵みたい。恐竜の卵みたいな、うん、茶色いから。楽しみやな。どんな味かな。嫌い、食べる。ちょっと待って、剥いてあげよう。全部、あの、この殻がピンクだ。これが茶色なのに、なんかすごい葉っぱみたいなのがよ、描かれてる。描く。はい、どうぞ。ポリコ。して。して、春。なんか恐竜入ってると思う。お、茶色、黒、黒い、茶色い、茶色黒い。あ、ブルンブルンしてる。はい、じゃあ食べてみてください。くさ、くさ。くさい。これま普通の卵が中に入ってるみたいだよ、ほら。めっちゃ臭い。うわ、何これ。臭い。臭い。犬の子みたい。ぷにゅぷにゅしてる。食べて教えて味。まずい。食べてへんやん。無理、これは無理。うわ、割れてる、ここ。いただきますよ。いただきます。うんこ入ってる。うんこが入ってる。ゼリーみたい。ゼリー、なんかグミみたいな味する。うん、味は卵の味で。ああ、大人に食べてもらおう。あ、おっくん。はい、私感想する。あ、普通。はるたはなんかネバネバしてる。ちょっと待って。なんかヌルヌルしてる。卵が。卵やね。普通の。あの、ちょっと塩気の効いた卵。うん、食感も別にや。あの、ゆで卵と一緒。気持ち悪いです。まずいです。思った以上に。ただ見た目がこれやから。思った以上や。思った以上まずかった。思ったのはピンク色でこうグミみたいな感じ。プロンプロンしてる、確かに。なるほど。プロンプロン。でも普
通のゆで卵も多分プルンプルンしてるから、うん、一緒と思うんですよ。ピンクの卵こんな感じです。じゃあ結果日本のゆで卵と一緒、色が違って色が違うだけ、気持ち悪いだけ。はい。